千葉茂は、愛媛県西条市出身のプロ野球選手、コーチ、監督、解説者、評論家。日本プロ野球における戦前から両リーグ分立後に、かけての代表的な二類種。名人と歌われた華麗かつ堅実な守備と、神技と言われた右翼方向への流し打ちと粘り強く、チームプレーに徹した打撃で、巨人軍の第一期。 第2期黄金時代を公主両面で支え続けた。タイトルとは無縁ながら、1947年から7年連続でベストナインを受賞。通算7回の受賞は、高木森道と並んで2類種として NPB 最多記録。引退後は、近鉄の監督を務めるが、近鉄の球団愛称であるバファローは、千葉の現役時代の愛称猛牛にちなんで名付けられた。 1980年に野球殿堂入り。戦後、中日選手を経て、セリーグ審判となった千葉栄治は実定。愛媛県西条市生まれ。小学5年生の時に松山市の篠の目神場小学校に転校すると、肩の強さを見込まれて、投手となり、愛媛県大会で優勝して、京都で開催された全国小学校大会に出場した。 松山商業に進学すると、千葉は、真面目な性格で、下積みの仕事を黙々とこなしていたが、自ら積極的に飾り立てない性格であったためか、生意気な奴だと一部の上級生から、理不尽ないじめを受けることもあったという。二年生の秋から八番、左翼手の定位置をつかむと、三年生になった1935年の春の甲子園に出場すると、 準々決勝まで進むが、愛知商業に敗れる。夏の甲子園では準々決勝で、か吉野林との延長10回の死闘を勝ち抜き、決勝で、育英賞を6から1で下して、夏の初優勝を成し遂げた。4年生になると3番、三類種となり、5年生では、首相を務める一方で、投手も兼ねて、林義一楠木康夫と並ぶ。 四国のビッグさんと称された。卒業にあたって、甲子園入賞時の監督で、松山商業の先輩でもあった森茂雄が監督を務めていたイーグルスへ入団する予定で仮契約まで済ませるが、その後に東京巨人軍の監督で森のさらに先輩にあたる藤本貞義が松山に来て、学校や町の有力者などに根回しを行い、結局千葉は、 東京巨人軍へ入団することになった。こうした経緯もあり、千葉は日本プロ野球における二重契約第1号選手とされる。1938年4月29日に東京巨人軍へ投手として入団、月給は130円、背番号は30であった。同期の川上哲次らとともに花の13年組と呼ばれる。 入団後は打撃を買われて野手に転校し、1年目の1938年、春季リーグから6番、二類種の定位置をつかみいきなり、打率。295でベスト10入りするなど入団早々、主力として活躍。同年の秋季リーグからは、1番、三原治、2番、水原茂の後の3番、中堅守として、巨人のクリーンアップを務めた。 花の総計スターコンビを生かすために、出塁した二人を進塁させる芸術的な右打ちのチームバッティングを身につける。二年目の1939年からは、背番号を22に変更し、三原の対談に伴って、生じる一種の座を得て、上位打線を務め、打率。305で3割打者の仲間入りを果たす。同年は、 鬼頭和夫の記録を破る戦前最多95、パンダを放った。その後も1940年は打率、281、1941年は打率、234と常に個人打撃成績上位に顔を出したほか、1939年、1940年と2年連続でリーグ最高の出塁率を記録。 同期入団の川上や中島春康と共に、クリーンナップを組んで、第一期黄金時代を築き上げた。1941年のシーズン終了後に、兵役のために巨人を離れ、松山の連隊に入隊する。1943年12月には、松山連隊全部隊に対して、ボルネオ方面派遣の命令が下るが、出発直前になって、兵隊軍は、 派遣が中止されたため、上等兵であった千葉は、四国の不評部隊に転属となった。なお、連隊長から五町まではそのまま派遣されるが、輸送船が撃沈され、多くが戦死している。軍隊でも、千葉は、鈴木聡太郎に手紙を書いて、鈴木の著書である、近代野球戦術を取り寄せ、自らの打撃の研究をするなど、野球のことばかり考えていた。また、 陸軍五長として、新兵の教育係を務めたが、一度も部下を殴ったことはなかったという。終戦は、高知県朝倉成功のトンウェイで迎えた。1945年11月に、日本野球連盟主催の東西対抗戦が行われると、これに参加する。翌1946年プロ野球公式戦が再開されると、背番号3をつけて、 首相を務める。シーズン前には地元で、食料調達に、都合の良かった松山で、春のキャンプを張る。千葉の母校である、松山商業の応援会長であった、渡辺藤三郎の世話で、宿舎として、道後温泉の今治屋を確保した。食事は一十一歳で、時々薄い刺身がつく程度であったが、他球団が、食料調達に苦労し、 練習どころではなかったところ、巨人は食事の心配をせず練習に打ち込めたという。また、開幕前に監督を決めることになり、選手間で投票を行ったところ、千葉が多くの得票を得た。しかし、球団代表の一岡忠夫は、中団前に監督をしていた藤本秀夫をしたため、千葉は、キャプテンとなった。戦後は主に一番や二番の上位を打ち、 戦前は外野手や三塁手などチーム事情に応じて守備位置を変えていたが二塁手として固定された。ただし、この年の7月25日の対阪神タイガース戦では打者一巡の猛攻でノックアウトされた中尾テルゾーに代わって千葉が6回から登板し4回を投げて非アンダー8失点4を記録。これがプロ野球生活を通じて 唯一の当番となっている。シーズンでは、打率、288を記録。この年のペナントレースでは、巨人、グレートリング、大阪が優勝争いをしたことから、山本和と、藤村文夫とともに最高主君選手の有力候補に挙げられる。しかし、巨人は1ゲーム差で優勝を逃したため、 打点王を獲得してグレートリングの優勝に貢献した山本が選ばれている。1947年は打率。299、1948年は打率。285と戦後も個人打撃成績の常連で芸術品と言われた右打ちも健在であった。1947年にベストナイン表彰が復活すると千葉は ベストナイ二類種に選出される。その後、1953年まで7年連続で受賞するが、二類種として7年連続は NPB 最多記録となっている。この間の1948年10月16日の大王戦では6打数5安打、3本類打、7打点、1試合6得点を記録。この日は1回に安打を放った後に、 平山菊次の二塁打で生還すると、二回には三点本塁打を放って二得点目。三回にも三点本塁打を放つと、五回には二塁打を放った後、青田の二塁打で生還して四得点目となった。さらにこの回の二度目の打席は、至球で失塁。その後に、川上の満塁本塁打が出て一試合五得点目を記録。六回にもこの日三本目の本塁打となる。 ソロ本塁打を放って、1試合6得点目となる、ホームを踏んだ。日本記録となる1試合6得点を達成した、試合は、当然のように大味な展開となり、スコアは26から5という一方的な結果になっている。この1試合6得点という記録は、1949年に、塚本博文が並んでいるが、その記録は2021年現在も未だに、破られていない。 1949年にはフル出場で307と久々の打率3割を打ったほか137単打を放って日本記録を更新。リーグ2位の121得点を挙げ抜群の働きで巨人の戦後初優勝に貢献。同年の最高主君選手は優勝チームの選手を優先するという当時の傾向から千葉の受賞が 有力視されていたが、この年は、従来の先行性から、プロ野球記者による5名連記の投票制に変わり、藤村142点、千葉129点の13点差で、46、本類打142打点の新記録で2冠王を、取った、藤村文夫が、チーム順位は6位ながら、千葉を抑えて選出された。やはり藤村が、年長者だから、千葉は若いから、 まだチャンスがあるだろうとの理由もあったとされる。なお、この投票には当時プロ野球再編問題の中心であった毎日新聞系の記者が藤村に集中的に票を投じたという噂があり、千葉は僕が分裂の一番の被害者だとこぼしていたという。1950年には121試合の出場で打率290に終わるが、 山田清の日本記録を8年ぶりに更新する105支球を選ぶ。これは NPB 史上初の3桁の支球で、1963年に大貞春が123支球を積み上げて破られるまで NPB 記録であった。また、1950年から1952年まで3年連続でリーグ最多支球を記録。 1950年11月5日の中日戦で杉下茂から千本安打を達成。1951年5月にハワイからヨナミネカナメが入団するとヨナミネと1.2番コンビを組み、シーズン後半からはヨナミネと球回屈指の1.2番を形成するようになった。ヨナミネが出塁すると千葉は犠牲バントを命じられることが多くなり、 1952年にはリーグ最多の24議打を記録している。1952年は打率。312、62打点。1953年にはリーグ4位の打率。320、リーグ3位の80打点を挙げて34歳にてキャリア杯を記録するなど巨人の第二期黄金時代を支えた。1954年頃から衰えが見られ、 1955年4月23日の対中日戦で内閣ばかり攻めてくる杉下茂の投球を思い切り引っ張って左翼への本塁打を打ち込んだ。千葉はベンチへ帰ってくると、角く実にレフトへしかホームラン打てないんじゃ、俺もそろそろおしまいだなとポツリと言った。同年8月25日の国鉄戦で古谷則りから現役最後の本塁打を放つ。 生じる一種の座を内藤白文に譲って15試合の出場に終わった1956年、限りで現役を引退した。引退に当たって、同期入団で共に巨人を支えた川上から、おい、その体でよく、今まで、俺についてきたなと声をかけられ、千葉は、おおお前がおったから、ここまで来れたよと返したという。引退後も、巨人で、背番号。 三を背負ったまま、1956年12月21日に一軍コーチへ就任し、1957年のリーグ3連覇に貢献。同年には、近鉄パールスの球団代表である大北源と銀座の同じ洋服店でスーツを仕立てていたことを知って、意気投合する。球団改革に乗り出していた大北に監督就任を脱進されるも、千葉は、 ポスト水原として、巨人時期監督の座を川上と争っていた頃であった。ため、全くと言っていいほど耳を貸さなかった。しかし、実際に、水原は、川上の他の一軍選手に対する影響力を評価しており、対立していた品川主系球団社長派と見られていた。千葉はうとんじられていた。1958年に、背番号3を、 新人の長島茂雄に譲り渡して、千葉は二軍監督となる。当初、二軍監督になるにあたって、水原は将来の巨人軍を担う選手を育ててくれと千葉に頼んだが、実際は二軍を重要視しておらず、体よく一軍から千葉を追い払ったというのが関係者の味方であった。同年春のキャンプで、水原は酔った勢いから、茂さん、どこかへ行って、 男をあげたらどうだいと口走った。巨人監督の座を夢見ていた千葉は、後継者の目がなくなったと感じた一方、二軍で指揮を取るうちに、別のチームでも構わないから、思い切り、手腕を振るってみたいという思いに駆られるようになる。千葉は、同じように巨人を追われて、西鉄の監督となっていた、三原治に、近鉄行きを相談。三原に、球団を持っている。 関西4私鉄の中で、近鉄は、資本力が一番あるチームだ。君のような名の通った人が監督を引き受ければ、親会社も球団に投資するようになる。悪い話じゃない。巨人でくすぶるよりは、新天地に希望を持った方がいいと、アドバイスされた。巨人が3連勝後に4連敗した。 歴史に残る西鉄との日本シリーズ第一戦当日の10月11日、高楽園球場ではなく、球団事務所に姿を見せた千葉は、品川に、背番号3も、長島茂雄という最高の選手が継いでくれたし、巨人で、私のやるべき仕事は終わった。誘われている近鉄で、自分の力を試してみたいと思いを伝える。巨人が、西鉄に、 シリーズ3度目の敗北を喫すると、川上も現役引退したことから、水原の去就も危うくなったが、千葉に監督の声がかかることはなかった。同年オフの11月28日に千葉は近鉄の監督に就任。しかし、当時の近鉄は、球団発足以来9シーズンで最下位に5度も沈む。一方で、A クラスは百五十四年の一回のみであり、 戦力差の著しさから上位浮上はかなり難しいとされていた。就任の際には内藤白部には平井三郎コーチが交往して移籍している。千葉の就任にあたり、球団はそれまでの近鉄沿線の伊勢湾で養殖されている真珠にちなんだパールスの愛称を変更する。スポーツ日本などスポーツ新聞4市が講演して一般から愛称を募集し、 18,447通にも及ぶファン投票の結果により、千葉の現役時代のニックネーム、猛牛にちなんで、バファローと名付けられた。巨人のスター選手として、有名だった千葉が監督になる、ということで話題と期待を独占し、バファローは3,855票も集めて、堂々の第1位となった。2位、イーグルスの1,285票を遥かにしのぎ、 他には、フェニックスというのも、最終選考に残ったが、千葉監督を迎えて、チーム名も馴染みの深いものにしたいと、大きたら首脳が一致した考えで決まり、千葉の愛称が、英語になっただけで、近鉄の愛称として使用されることになった。このような個人イメージにちなむ、球団愛称命名は他に例がない。千葉は、名は体を表すというが、歩みは遅いが、 新生近鉄は粘り強い力のあるチームにしたい。バッファローは、私が理想とするダイナミックなスケールの大きいという点でも気に入っていると満面の笑みを浮かべた。後に発表された、シンボルマークの、猛牛マークは、千葉と高楽園で草野球をしたのが縁でコニーとなった、画家、岡本太郎の手によるものであった。千葉が巨人を飛び出し勝負に出ると聞いた岡本は、 酒がほとんど飲めない千葉を酒屋に呼び出し、話をしながら図案を考えた。この猛牛マークは2005年に、近鉄がオリックスバファローズに吸収されるまで使用された。1959年2月28日に、千葉の引退試合として、巨人での功績をねぎらうとともに、近鉄監督としての門出を祝うために、監督就任劇励試合と銘打って、 近鉄対巨人のオープン戦が行われる。日清球場始まって、以来最多の2万5000人のファンを集め、千葉は、コーチボックスに入って、指揮を取ったが、1から10と惨敗した。新規一転シーズンがスタートしたが、5月に早くも、最下位に落ちると、6月20日には病気のため休養。 この年から一軍投手コーチに就任したばかりの林、義和が指揮を取ったが、7月には二度の9連敗を、喫するなど2勝19敗と大きく負け越し、最下位から抜け出すことはできなかった。投手陣はこの年入団のグレン・ミケンズと、西鉄から移籍2年目の大津守がチームを、引っ張ったが、打線の援護なく2桁勝利と2桁敗戦を共に、記録。 これに次ぐ津た幸夫と竹地文雄が防御率3点台で5勝17敗、2勝11敗と大きく負け越し、チーム防御率もリーグ再開の3.68を記録。打撃陣は小玉明俊と,と関根純三を除いて不審で、チーム打率と本類打が、リーグ再開に終わり、 また、守備でもスタメンや主6人が2桁失策を犯すなど、リーグ再開の163失策を記録。2年目の1960年も前年に続き、巨人から大友匠他選手、コーチが大量入団したのをはじめ、南海からタクは元寺、国鉄から杉山サトルを補強し、戦力増強を図る。 開幕直後は貯金こそ作れなかったが借金を一桁にとどめ5月24日には4連勝して借金を12まで減らすがその翌25日から7連敗を起死再開に転落6月に入ると新人の矢野浦国満の戦遊撃主企業に伴い千葉の高層から外れていた鈴木武史を三原の要請もあり対応に放出し新天地で 声優劇師となり、チームの初優勝に貢献している。近鉄は7月に10連敗、9月にも6連敗を、喫死再開脱出は果たせなかった。結局10年ぶり優勝の代前に39ゲーム差をつけられ、5位の東映にも9ゲーム差をつけられた。打撃陣では、小玉が初のベストナインに輝き古群奮闘したが、チーム本塁打69本が、リーグ5位。 盗塁数も5球団が80個以上記録する中で、リーグ再開の51個と低迷。投手陣はミケンズが2年連続チーム最多の13勝で、清白もチーム防御率が3点台後半と、低迷。さらに千葉が起用した矢野浦が、リーグ最多の35失策を犯すなど、チーム失策数12球団最多の守備も、投手陣の足を引っ張った。カード別成績でも、 大枚、南解に、それぞれ七勝十九敗と負け越し、大枚優勝のアシスト役に回った。三年目の九百六十一年は、補強を、新人の徳久敏明と国鉄を、戦力外になった元巨人の岩下森道の入団をに留める。しかし、シーズンが始まると、いきなり開幕4連敗、四月中旬にも八連敗を、喫するなど、いきなり低迷。 5月中旬にも6連敗を喫し最下位に転落すると、その後も6月から8月にかけて10連敗を3度も記録するなど大型連敗を繰り返し、2度と最下位から浮上することはなかった。打線は、小玉と関根純三、2年目のジャック・ブルームフィールド以外はパッとせず、チーム打率はリーグ5位。投手陣は徳久が15勝を挙げ新人王。 獲得した一方で、リーグワーストの24敗を喫し,し、他に2桁勝利投手はなくチーム防御率も4点台近くという、ありさまで、リーグ再開。10月4日にはついに100敗の大台に到達し、最終的に、プロ野球ワーストとなる103敗を喫した。優勝した難解に、同一カード14連敗を喫するなど5勝23敗で、 実に51.5ゲーム差、5位の阪急にも18ゲーム差と大きく引き離され、さらにこの年に巨人から東映の監督になった水原との対戦も9勝19敗と完膚なきまでに叩きのめされるなど、1958年から4年連続の最下位に沈んだ。またこの年は、後に近鉄の主力打者となる土井正弘が入団した年でもあったが、 一軍出場はなかった。土井は一軍の監督だった。千葉茂さんはコツコツ当てるタイプの打者を好むんですよ。ピストル打線なんて言われていて、右方向に流して打つことが求められた。でも僕はホームランを打てる打者だと思っていたから、強く振ることにこだわっていたんです。そうしたら、シーズンが終わった後に球団から解雇を通告されました。 と述べている。同年10月30日に3年連続再会と、実績を残せないまま監督を解任された。在任中は、地上最低の監督と揶揄されたものの、それまで契約金の安い無名選手ばかり、獲得していた。近鉄球団に対しては、大金を叩いていい選手を取れと進言し、近鉄の体質改善に努めた。千葉の目に映った。 当時の近鉄の選手は、技術以前に勝負への執着心や競争心がなく、先制点を許せば今日も負けという雰囲気が、ベンチに漂い、調子が良ければたまに勝てるといった気持ちで試合に臨んでいた。上昇を求められた巨人の野球が身についていた千葉に、とってそれは信じられないと同時に屈辱であり、移動の特急電車の座席を、それまでの3等から2等に、 旅館のグレードも上げるなど、プロ野球選手としての誇りを持たせようとしたが、笛吹きけど踊らずであった。8人もの巨人出身者を近鉄に入団させ、伝統ある巨人の勝つ野球、厳しい野球を体験してきた血を注入しようとしたが、それでもチームは変わらなかった。逆に、巨人、巨人とうるさい。だったら早く。 東京に帰れと選手に陰口を叩かれる始末で、鈴木など、生え抜き選手との圧力を生じた。なお、ミケンズには、リリーフ時、グレン、リメンバーパールハーバーやと葉っぱをかけていた。近鉄監督優待後は、ラジオ、関東解説者、東京スポーツ評論家を務め、1980年に野球殿堂入り。ユニフォームを着ることはなかったが、 著書や週刊ベースボールの連載記事などで戦前からのプロ野球の意気承人として数多くのファンを引きつける文章を書いていた。また晩年は野球体育博物館の図書室によく通い週刊ベースボール掲載の戦前の野球界を解雇するコラムの材料の取材をしていた。愛憎入り混じった巨人を知った激励し続け近鉄時代のことについては 口が重かったが、2000年に開催された、近鉄創立50周年記念の近鉄対巨人の OB 戦では、わしの故郷は両、チームといい両チームのユニフォームが、半々になった、チンユニフォームで登場し、両軍ベンチで休校を深めていた。また、他に、両チームに在籍した、関根純三、淡口健二、有田修造、大田浩二らは、 一方のユニフォームで出場している。2002年12月9日、就寝中に死去。83歳没。守備範囲が広く華麗かつ堅実な二類守備で知られる。グラブさばきは華麗とは言い難いが、重心が低く確実な補給をした。送球の際は強い手首を生かした、スナップスローを得意としたほか 補給から送球に移るまでのスピードも素晴らしく、投げた後で取っている、相手を見ずに投げると言われるなど守備における動作は、抜群であった。千葉の守備位置は、二塁寄りに浅く、一塁寄りに深く守る、を基本とした。一塁寄りの打球であれば深い位置で補給しても一塁送球が、間に合うが、二塁寄りの打球は、深追いしても間に合わないためである。二塁寄りの深いゴロを強権で、 アウトにするプレーは特に鮮やかだった。戦前の名に塁手、狩田久則の系譜を継ぐ選手として名を馳せて戦前の神田、戦後の千葉あるいは神田二世と言われ、神田自身も千葉を後継者として高く評価していた。千葉がベテランとして演熟期の頂点にあった1952万1953年頃の守備は神田の技術をすべて盗み取り、 それに、持ち前の強権を加えて、千葉の守備として完成させ、神田にもマッサルとも評された。一リーグ時代に、白石敏夫と組んだ二遊館は、鉄壁の名コンビとの定評があり、ショートゴロで二塁に送球された球を受け取った千葉が一塁を、見ずにジャンピングスローで、閉殺を取った。俊敏な動きと、 堅実なグラブ裁きでファンを魅了し後に名手と呼ばれた、広岡達郎も、千葉について、体全体が、グラブのようだった。ボールの方からグラブに飛び込んでいたと解雇している。千葉自身は、コンビネーション、呼吸という点で、第二期黄金時代に二遊間を組んだ、平井三郎との相性が一番、良かったと語っている。一方で、守備が苦手な一塁手。 川上哲司の守備範囲の打球まで処理することが多かったことから、千葉が自らを、千葉一二塁手と呼んだ。一本足でバットを寝かせる千葉の打撃フォーム打撃では、右打者でありながら、どのコースの球も右翼方向を狙う、独特の打法であったが、これは、新人の頃に上位を打っていた三原、水原といった六大学出身の大先輩が、類上にいる。 イのダブルプレーを避けるために必死になって編み出したものであった。通算96本塁打のうち81本を右翼に飛ばし、さらに1950年から1954年まで39本連続で右翼方向に本塁打を放った記録も持つ。千葉が右翼にばかり打っているため対戦チームは千葉シフトとして12塁間を狭くする守備を敷いたが、 千葉の打球はその狭い12塁間をライナーで破っていった。千葉の右打ちは小柄な打者がバットを短く持って当てるだけのものと異なりヘッド部分の重い35インチのバットをグリップエンドいっぱいに長く持って力強く打ち返す点に特徴があった。千葉自身も体が単小なものほど長く持つことで 自分の非力をカバーできるし、大きなバッティングができると語っている。また、バットに、取り持ちがついていると呼ばれるほどファウルで粘った末に、死球を選んで出塁する高打者でもあった。ファウルで粘って、最後はライトへうまく打つ、という技術は、当時のプロ野球界でも高い評価を受けた。最盛期には、相手が、変化球投手なら1日中でもファウルしていられると、 豪語していたという。一リーグ時代は犠牲バントをする機会は多くなかったが、両リーグ分立後は監督の水原茂からバントを命じられる機会が多くなる。千葉のバントはバットを引く等の商材区わせず、バットの芯よりもボール2個分ほど先の部分に投球を当てることで、芯を外し打球を殺していた。また、逆に、バットの根っこにボールを当てて、 打球を殺すこともあった。打球が死ねば打球が、投手の前に転がってもバントは成功する。さらに、投手前に転がってもバントは成功できるとの、安心感があれば、気持ちのゆとりから、ファウルライン際の難しいバントも失敗を恐れずに、できたという。千葉はグラウンドに、直径1メートルほどの円を描いて、そこにバントでボールを入れる練習や、一度ファウルグラウンドに、 打球を落とすが転がってくるうちにフェアグラウンドに入るようなバントの練習も行っていた。メッシュ暴行に徹した千葉の姿勢に巨人のチームメイトは惹かれ、千葉がぼちぼち行こうかと一声かけるとチームは一気に元気づいたと言われる。巨人最高のリーダーシップを発揮したと評される。人望に優れ、首相を務めた。1947年には、 蝶チフスで救世した黒沢敏夫の背番号4番を永久欠番にするように選手を代表して球団に要望した。現役時から多くの選手に次期巨人監督に押されていたが川上が監督に就任すると自らは巨人を去る。これについて千葉はわしが巨人に残っておったらやはり明はやりにくかろう。これはわしの犠牲バントだと述べている。 チームメイトであった青田によると、千葉は、ユニフォームの着こなしはビシッとしていて美しかったが、普段の服装はお世辞にも良いとは言えず、シャツの裾はだらしなくはみ出し、ドタ靴のかかとを履きつぶすような格好で、とても一流の野球人とは言えないほどひどかったという。しかし、それらの服はどれも、一流のブランド品ばかりであり、びっくりしたとのエピソードも、辞書で紹介している。 落語家の立川男子が、若手の頃、落語家の草野球チームに参加しており、プロ野球選手も試合を見に来ることがあった。男子によると、小学生相手にも負けるようなこの下手くそなチームを、西本幸夫や広岡は冷たい目で見ていたが、一人、千葉茂がひっくり返って大笑いしながら見ていた。男子は、私は千葉さんが大好きだ。広岡というのは、 愛想のねえ面白みのない男だと思ったねと著書で述べている。高所恐怖症かつスピード恐怖症で飛行機には絶対乗らなかった。自動車に乗っていてもスピードが速すぎると言って速度を落とさせていたという。1948年に銀座の洋食店グリルスイスで千葉がカツレツをカレーに乗せて食べたことから店主がカツカレーを 新メニューとして発案したことが知られている。1957年に巨人の合宿所、玉川寮で、それまで森り切りいっぱいであった米飯が、おかわり自由になった。これは、千葉が玉川寮所館の本社構成家に話をしたのが、きっかけであり、知らせを聞いた巨人の若手選手は十字軽視の温度で、万歳参照した。十字は、 千葉に壊れて近鉄に移籍しており、現役後は、辞典や、教科書などを、印刷製本する、交写真印刷の社長になると、蒲田駅のそばの本社ビルの社長室に、お代わりが自由になった日の記念写真を飾っていた。ありがとうございます。